横浜岡田屋、株式会社横浜岡田屋は、神奈川県内で、専門店ビル、都市型ショッピングセンター、モアエス、モアーズを運営する企業である。ただし以前の名残で、神奈川県百貨店協会に加盟し続けているため、百貨店売上げの統計に含まれるなど百貨店として、扱われる場合もある。神奈川県警川崎文書の警察官をしていた。 岡田宗直が1890年、明治23年11月23日に、川崎町、現、川崎市川崎区堀のうち184に七夜を開店したのが始まりである。1910年、明治43年10月に、七夜に隣接する形で五福部の店舗を開業して、小売業に進出した。1933年、昭和8年には当時、 鍋屋横丁と呼ばれた通りに面した川崎駅前の幸い町に岡田屋五福店を開店した。第二次世界大戦の空襲で店舗が消失したため、戦後の焼け野原だった川崎駅前でとりあえず、バラックの店舗で営業を再開した。1947年、昭和22年5月31日には、資本金19.5万円で株式会社岡田屋五福店とし 東京の並木通りと晴海通りの交差点角の銀座西五丁目三番地に建設された大鶴館に本店を構え、川崎を支店とする形で事業の拡大を図った。1963年昭和38年5月には川崎の店舗に地下1階地上6階で延べ床面積1920メートルの新館が完成させ、 既存の本館と合わせて5315メートルへ拡張したのを機に百貨店としての営業を開始した。1967年昭和42年6月16日には株式会社横浜岡田屋を設立して同月28日に着工し、1968年昭和43年11月30日に横浜市に横浜岡田屋を開店して、 複数の百貨店を運営するようになった。この横浜岡田屋の店舗では、開業当初から大手百貨店との差別化を図るために、売り場面積の約半分に専門店のテナントを導入している。1958年昭和33年6月に丸岡商事を設立し、同年12月1日に、 1> 第1期工事が完成して開業した駅ビル川崎に3階に医療や服飾用品を中心に扱う丸岡ストアとセルフサービス方式の100円人支店を開店して専門店の展開を開始している。その後、1962年昭和37年11月に横浜駅ビル2階に丸岡ストア横浜店、1964年 昭和39年12月には、ダイヤモンド地下街に丸岡ストア、横浜駅前地下街店を開店して、チェーン展開に乗り出ししている。1968年、昭和43年4月に丸岡ストアを、活動的な若さあふれる小馬にちなんで、ポニー丸岡へ改称し、1970年、昭和45年6月28日に、六本木店、 10月14日に赤坂店開店と東京の都心部にも相次いで出店して店舗網を拡充している。1990年、平成2年には3月10日の船橋ビビ店と6月14日の自由が丘メルサ店を開店しており、千葉県にも店舗が広がることになった。スーパーマーケット事業にも早くから取り組んでおり、1961年、昭和36年に、 川崎市浅田に一号店となる参考ストアを小田店を開店している。その後、武蔵小杉や菓島田、上りと武蔵新城、溝の口などの南部戦争や、川崎大島へや川崎駅前、元住吉など地盤である川崎市内に加えて、隣接する横浜市内の津島や星川等へ、出店を進めた。しかし、経営難に陥ったため、 1970年、昭和45年2月にダイエート提携して再建を図ることになり、スーパーマーケット事業は当社グループから離脱して、ダイエーの参加に入って、後にマルエトが合併した。1972年、昭和47年6月30日にハワイワイキキに出店したのを皮切りに、1973年、 昭和48年1月には、ビルトモアホテル内に、ロサンゼルス1号店を開設して、米国本土へも進出した。また、1973年、昭和48年8月には、ハワイのバークシュアホテルを買収して、ホテル事業にも乗り出したほか、ミラマホテル内に、香港1号店を開設して、アジアへの出店を開始するなど、海外で、幅広い合展開を行った。 グアムやサイパンといった米国領のリゾート地やオーストラリアのゴールドコーストやシドニーにも店舗を開設し1988年昭和63年3月7日にはトランブタワー内にニューヨーク1号店を開店するなどピーク時には海外に47店舗を展開したしかし有名ブランド店などが日本国内に直営店を出店するようになった ことなどにより強みが薄れたため2010年、平成22年までに、海外店舗はすべて閉店となった。川崎店を隣接する、三和銀行、現、三菱 UFJ 銀行川崎支店等との共同ビルに建て替えることにより、大幅に増床する構想を立てられ、その準備のため1973年、昭和48年に、川崎店は閉店となった。 ところが、各地検査官の調整が難航した上、オイルショックなどもあったため計画は大幅に遅れることになったものの、1978年、昭和53年8月に着工し、1980年、昭和55年5月15日に、川崎岡田やモアーズとして、新店舗の開業にこぎつけている。モアーズの名前は、地域の客の予防や、時代の変化に合わせて様々な、 もっとを追い求めた歴史由来としている。この新店舗では、専門店がテナントとして入居する店舗形態をとっており、百貨店からショッピングセンターへ業態転換した形となった。その後、1992年、平成4年9月に、相模原市に、相模王の岡田屋も会わず、1997年、平成9年10月に、 京浜急行電鉄横須賀中央駅南口に横須賀モアーズシティをのの出展した。また、1982年昭和57年11月12日に横浜店も直営の売り場を廃止して全面的に専門店のテナントに切り替えており、百貨店からショッピングセンター運営へ全面的に事業を転換する形になった。 現時点では4点あるが全店でコンセプトを変えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。